だけを解決しなければいけません。泥棒に盗まれちゃったわけです。大事なものを、命を盗まれたんです。15年前、他界した父が最後の声を振り絞って日本を信じろと伝えました。最後の最後まで日本の力を、日本の国民の皆さんの力を信じたいと思って。こんばんは、拉致問題話の時間です。私は家族会の松本です。今日は、1月のもう中旬を過ぎてるんですけども、前回 の、 あの5日でしたかね、最初にミサイルを発射したのが、またこの12日の記事ですので、11日午前7時27分ごろ内陸部のチャガンドから日本海に向けて飛翔体を発射したと。これが、まあ、今年2回目になるんですけど、700キロ以上飛行し、最高速度は約60キロ、最高速度は音速の10倍前後に達したとの分析を明らかにしたということです。まあ、この前の5日に撃った弾がさほど、マッハ6ぐらいだったので、韓国としてはその超極超音速というのを否定はしていましたけれども、今回11日に撃ったミサイルはマッハ10を観測されたということです。これ当然ミサイルですから、中全ての、まあ、国連安保理で禁止されている事項ですので、制裁を強化しなければならないんですけども、やっぱりこの中国とロシアが北の弾道ミサイルに対して肩入れをしているということですね。米インド太平洋軍は今回の発射は弾道ミサイルであるとの認識を示した。で、安保理は肝心の会合では声明の発表には至らず、北朝鮮に対して一致した姿勢を示すことができなかった。中国とロシアが反対した。安保理決議は北朝鮮による弾道ミサイルを禁じている、そして北朝鮮が弾道ミサイルを発射事実に議論の余地はないにもかかわらず決議違反と認定したいのはどう理屈をつけてもおかしい。で、この中ロのこの北擁護の姿勢、これがある限り、あの国連で安保理の中で北朝鮮非難をする声明が出せないというのは、まあ何をか言わんやですよね。この中国とロシアどうにかしないと本当にダメですね。この今回のこのマッハ10極超音速照明に焼きというふうになってますけど、まあ、あのこれは韓国の発表では、このマッハ10、5日の発射では最高速度がマッハ6程度に達したものの、その後減速し 一定区間マッハ5以上を保つという極超音速兵器の条件を満たさなかったと。これは韓国の分析です。しかし今回はマッハ10は韓国軍の弾道ミサイルの最高速度マッハ9を超えるもので、極超音速兵器に当てはまるかの判断は専門家でも分かれるんですけども、5日発射のミサイルより進展したということを書いてあります。で、5日の発射に関して日米欧は非難をしているんですけれど、安保理の中で中ロが制裁を反対ということで、弾道ミサイル発射は安保理決議に明白に違反していると非難する共同声明を発表した。外交筋によると緊急会合では、中国とロシアが対北朝鮮制裁に反対する立場を取って安保理として一致した対応は取れなかったという、まあ、あの中ロの言い分としてはですね、まあ、ミサイルを持つ自国の軍事力を高めるというのは、各国の独自の判断によるものであるということを強調しているようですけれども、ということは日本も作っていいということで、日本がもしミサイルを作ったら中ロは何て言うんでしょうかね。まあ、その辺はご都合主義の政治の世界です。で、ミサイル防衛迎撃困難というふうにあります。これ飛距離、首都圏も射程も、当然もう日本を射程に入れているミサイルはノドンをはじめ
多数あるんですが、これだけ極超音速のミサイルは、今回初めてだったんではないですかね。で、ここに久々の視察というふうに書いてます。正恩氏完成度に自信、専門家は想像を超える開発速度と言いますが、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が昨年一度もなかったミサイル発射試験の現場視察を行ったことが12日判明したということですね。専門家からは想像を超える進展との見方が出ている。北朝鮮メディアは12日の報道で分離した弾頭が600キロ先で滑空再跳躍し、240キロにわたり、旋回軌道して目標に命中したと主張した、まあ、北朝鮮メディアが言ってることですから、どこまで本当かどうかさらに分析を続けなきゃいけないとは思いますけれど、ただまああのマッハ10を超えたのは確かということです。韓国軍は、今月5日に北朝鮮、が同種と見られるミサイルを発射した際、性能が超極超音速兵器の条件を満たしていないと主張していたが、韓国国防省出身のキン・ドンヨン北韓大学院大教授は、わずか6日で改良されたということでは当然なく、前回の発射は正恩氏の視察を控えた予行演習だったと見るのが自然だと指摘する。北朝鮮は昨年1月の党大会で極超音速ミサイルの開発方針に初めて言及、開発は通常であれば数年以上かかるが、昨年9月に続く今回の2度の発射を経て最終的な実証に大成功したと主張する。これも北朝鮮の主張です。金教授は想像を超える開発速度だとした上で、同大会後に開発を始めたのではなく、すでに設計などの作業を終えていたのだろうというふうには見ています。極超音速兵器は国防力強化に向けた5カ年計画の5大目標のうち最重要と強調されていました。まあ、このほか固定燃料を用いた大陸間弾道ミサイルや発射や潜水艦発射弾道ミサイルの保有も明記されており、年内にも新たなミサイル挑発が強行される可能性が高いということになりました。で、今度は3度目ですね。これから3度目、今年3回目ミサイル発射です。これ15日の報道ですが、14日ですよね。韓国軍合同参謀本部は14日、北朝鮮が北西部平壌北道イシュから北東に向け超短距離弾道ミサイルと推定される飛翔体2発を発射したと発表した。最高速度は最高高度36キロ、430キロ飛行。韓国メディアによると、ミサイルの最高速度はマッハ6程度に達したが、極超音速ミサイルには該当しないと韓国軍は見ている。これ最初、今年最初のやつがやはりこれと同じように、マッハ6程度で次に減速していった、ここに書いてますね。1回目で、2回目はマッハ10に達して、極超音速ミサイルと見られる。で3回目、飛距離は400キロ、超2発発射というふうになっております。この 1,2,3、まあ、5日、11日、14日ともう短い期間に今回これだけの発射を待ってます。まあ、これに対して、まあ、松野博一官房長官が想定外の速さ驚きと書いてありますけれど、まあ、いつもいつも日本は想定外のことに驚きを隠せないということをいつも言うんですよね。想定外想定外といって、全てのなんとかな、いろいろな情報を集めて、そして全てのことを想定しておかなければならないのに、想定外という言葉を政府が使うのはいかがなものかと私は思いますよ。何にしてもどういうことに対しても、全てのことに、全ての事象に対していろいろなことを想定していかなければなりません。ストックホルム合意の時にもですよ、まあ、当時の拉致問題担当大臣は、
我々はもうあらゆることを想定、北朝鮮の回答ですね、想定しています。でその想定の中で我々はいかなる対応もできますというふうに言われていたんですが、結局北朝鮮が調査委員会の結果を報告して終了するという報告に対して、それも想定内のことだったんでしょうか。その想定内のことに対して何の対応もできていなかったというか、何にもしなかったというのは何も想定していなかったのと同じだというふうに私は思いますが、こういうふうになんか日本政府のその想定というのはね、非常に曖昧でなんかごまかしの言葉としか私聞こえないんですよね、想定外というのは。でこの極超音速の迎撃体制を見ますと、まあやっていかなければならない北への抑止力として日本も開発しなければならない極超音速ミサイルや高速滑空弾を保有することで抑止力強化を図る道も日本政府は探っているというふうに言ってますが、今の現状の中で果たしてこれが実現できるかというのは非常に難しいんじゃないですかね。ここにも書いてますけれども、北のミサイル今回の3回目ですね、鉄道から発射というふうに書いてあります。北朝鮮の中央通信は15日北西部の平安北道鉄道機動ミサイル連隊が14日に戦術誘導弾2発を発射し、日本海上の設定目標に命中させたと報じたと書いてあります。ただこれに関してはね、あ、ここに写真がこれ出てるんですけどね、調査会の荒木さんもちょっと疑問を呈するところがあるんですよ。このミサイル この発射というのは非常に大変なエネルギーがかかります。その負荷にこの列車そしてこの鉄道線路が持ちこたえることができるのか、北朝鮮の今の線路は旧日本軍が設置したものでね、じゃあ日本、うん、そうです、戦前の日本の主導によってやられたものですから、もう長年、使用しているの劣化が激しいですし、北朝鮮の鉄道は本当に時速50キロ60キロゆる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 と走らなければならないという話もありましたので、果たしてこれだけのこの、莫大なエネルギーを負荷とするミサイルに耐えうるのかという、まあ、これは完全に北の発表ですから、何とも言えません。そして、今日これ中朝鉄路で貿易再開となりますが、これ1年半ぶり、今までその中朝の貿易をずっと止めてたんですね、北朝鮮は。まあ、コロナ禍を心配していたんですが、それを、1年半ぶりに再開をしようとする動きが、あるようです。中朝貿易関係者によると、北朝鮮を出発した貨物列車が16日午前中国側に到着し、北朝鮮は中国との新型コロナの流行後国境の封鎖を続けてきましたけれど、中朝間で貨物列車の運行が確認されるのは2020年夏以降約1年半ぶりと見られ、今回の運行が陸路貿易の本格的な再開につながるか一時的措置なのかは不明。ただやっぱり北朝鮮の場合はそのコロナを非常に怖がっていますので、金正恩自身も重い、まあ、病にかかってますから、コロナにかかった場合には生死に関わるので、まあ、それだけは絶対に避けたいというので、いまだにだからその中朝国境を閉鎖をしているんですけれど、これを再びこのオミクロンが全世界を席巻する中、中朝の、この貿易を再開できるかどうかというのは非常に、疑問視されます。金氏は昨年末の労働党中央委員会総会で貿易の徹底を支持する一方、農業振興策に演説の多くを割いた。農業をはじめ北朝鮮経済は国境封鎖によって深刻な打撃を受けており、昨年から海上貿易の一部を再開させて肥料など必要最低限の物資を輸入し苦境をしのいできたのが実情です。
経済の動脈といえる中国との陸路貿易が本格的に再開されるのか、まあ、注目されるというふうに結んでありますけれども、まあ、そういうふうに経済が逼迫しているにもかかわらずミサイルをこんなに撃ちまくっているというのは不思議でなりません。でもさらにまたその今日ですね、実は17日なんですけれども17日に再びあのミサイル発射飛翔体を発射したという情報もありますというか、先ほどニュースで流れましたけれども、2回目の時にマッハ10を超えて3回目はマッハ6にとどまり、今回も結局はその極超音速と認められるほどの音速は出ていないのではないかと言われているんですけども、まだまだ完成途上なのか、だから頻繁に実験を繰り返しているのではないか、金正恩は非常に自信を持ったというふうには書いてありますけれども、自信を持ってマッハ10を超えた時点であと打たないのだったら本当に自信があるんでしょうけどね、こんなに頻繁に打つということは自信がないからやってるとしか思えません。ただこれだけミサイルの開発がの速度が速くなってくるということは日本に対する危機も大きくなるということで、先ほど書いた敵基地攻撃論、書いてあった敵基地攻撃論も含め MDE ですね、ミサイル防衛に関しても議論を進めなきゃいけない時期ではないでしょうかね。というか本気で考えていただきたいと思います。さて今回まだ前回と同じ前回の時にお話ししておりました姉ルミ子に関する話をまた続けさせていただきます。実はその、これ何年でしたかね、これね、平野のところに長女ですが、松江市の方から送られてきたものがあります。これによりますと、提供者から当県警職員に息子が高校時代に増本留美子さんと文通しており手紙が残っているので家族の方に送りたい、いたずら等と思われてもいけないので警察を通じて渡してほしいということでうちに、平野のところに送られてきました。封筒2通手紙3通ということで、これが姉の字ですね。鹿児島市池の上町13-14です。11-14か13-14ですね。もう高校の時みたいですが、高3、手紙の内容を見てると高3か高2か高3の時だと思うんですけどね、高3の時のことも一部あります。ですから、もう彼女が17、18ですから50年になりますね。半世紀前のものです。で、まあ支柱ですので、あんまり読めない。一番最初に何かの応募で、文通相手を探したんじゃないですか。この頃確かに文通というのが非常に、流行りだしたとか流行っていた時期がありますので、私はしたことはないんですけれどもね、私もこんなことをやってるとは思ってませんでした。これだけ最初の手紙だけちょっと読ませていただきますけれど、前略、あなたのお手紙大変嬉しく受け取りました。はがきで書いたりしたので返事はくださらないだろうと思っていましたので、あなたのお手紙を見て驚きました。それにあなたの学校のこと、ご家族のこと、ご家庭のこと、なんだこれ、趣味までたくさん書いてくださって本当にありがとう。私の自己紹介をいたします。鹿児島女子高等学校を3年って書いてます。やっぱ3年の時ですね、これね。増本留美子、身長161センチ、最終的に162ぐらいまで確かあったと思うんですけどね。体重51キロ、大体の想像ができると思います。
趣味、写真、あなたも好きなようですね、華道、女性のたしなみ、卓球、歌を歌うこと、音痴って書いてますけどもね、性格、おっちょこちょい、調子に乗りやすい、あなたのお手紙によると松江はとっても素晴らしいところのようですね。鹿児島も松江と違う美しさがあります。その件は、後で書くといたしまして、まず私たちの学校のこと、鹿児島女子高等学校についてちょっと詳しく書いてあります。はい、で、あのこの後の2枚なんですが、これ結構日にちをかけて、書いてるみたいで、途切れ途切れに途切れ、あの一気に書いたものではなくて、学校に行く前書いて、また夜帰ってきて書いて、でキャンプに行ってからまた帰ってきて書いてというような内容が含まれています。まあ、私の知らない姉がここにいるのかな、というか、私があのもうそうですね、半世紀前ですから、私があまりあの姉に対する感覚からすると、へえ、こんなことを書いてたんだこともありました。まあでも、改めて見ると字が非常に綺麗ですよね。びっくりしました。はい、で、この姉のこの手紙が送られてきたこと、非常にあの家族としては感謝を申し上げます。松江のにご住まいのこのお母さんからあの渡されてきたものでした。それとあの実は2012年の8月9日に東京集会というのがありまして、私はこの東京集会に先立ってゆき子さんに質問、まあ姉のことを知りたいというのと、それから姉のことをもっと話してほしいということで手紙を書いております。それに対する、まあ、これ番組で もうずっと前にご紹介をしたとは思うんですけれどもね、それを今ちょっとご紹介させていただきますが、その前にこれ、これが政府認定拉致被害者の証明書です。もちろんコピーですけれども、増本照明殿と私のところに来てるんですけれど、これ家族全員に送られたのかどうか私はその後確認しておりません。これは私宛に来てますね。内閣府拉致被害者等支援担当室長、この当時の支援担当室長は小熊さんだったと思いますが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律、平成14年法律第143号第2条に、規定する内閣総理大臣の認定について通知、平成15年1月6日付で表記設定が下記の通り行われましたのでお知らせいたします。拉致被害者の氏名、増本留美子、性別女、生年月日1953年11月1日、本籍地鹿児島県鹿児島市という、この紙切りで政府認定が、まあ、告知されたとか家族にもたらされたんですね。特定失踪者の皆さんにはこれはないんですけども、今政府認定の拉致被害者のところには必ずこの1枚は届いていると思います。これによって、まあ、正式に日本政府が拉致、姉の北朝鮮による拉致を認めたという通知でありました。で、先ほど言ったように東京集会、平成24年ですかね、8月9日にゆき子さんに出したお手紙の内容を少しお話しさせていただきます。この手紙の内容に関しては、蓮池薫さんからいかようにも使っていただいて結構ですというふうに、言われておりますので、この8月9日の東京集会において発表させていただきました。まず、お互いの境遇に関して聞いていたと思いますが、
姉が不安を感じていたところはありませんでしたでしょうかという問いに関して、ルミ子さんも最初はずっと泣いていたそうです。一度は洋服ダンスの中で泣いていたら指導員に見つかってしまったとか、裏山にある、栗の木の下で泣いたことも、最初は怖くて招待所のおばさんの部屋で一緒に寝ていたと言っていました。北朝鮮に連れてこられて2ヶ月くらい経ってから私たちは会ったので泣くことはあまりなかったですが、平壌のアパートにいる時、ルミ子さんが2度くらい具合が悪くなって寝たまま目を開けられなかった時がありました。医者が来たことがあります。精神的なものだったんでしょうね、これね。日本の家族のことを話していましたか。お互い自分のことに関しては話さないよう指導員に言われましたが、会ったその夜2人でずっと小さな声で深夜遅くまで話しました。お父さんは公務員で家族は社宅に住んでいて、お父さんが退職したら指宿に家を建てるんだと言っていました。今現在はでも指宿には家を建てませんでしたけれど、お兄さんやお姉さん弟さんがいて家族で創価学会に入っているんだと、弟さんは北海道に憧れていて北海道の大学に行っていること、自分は腰が弱く痛い時はお母さんからよく腰を揉んでもらっていたこと、家には白い椅子が置いてあったこと、彼とは創価学会で知り合い彼の袴姿が素敵だったと、彼のお姉さんの家の石垣が崩れて子供さんが怪我をしたことなどを聞きました。家族で創価学会に入っているんだというふうに言ってますが、私は入っていませんというか、私最初から入信した方もないんですが、父が若い時に、母と結婚した当時じゃないですかね、入ったということで、両親が入っていますとね、自動的に子供なんか組み込まれてしまうということらしいですが、実は小さい時からうちの中に釈服というんですけどね、学会の人が来られて、もうその当時おそらく父もあまり熱心にはやっていなかったんだとは思いますが、なんか説得のような、とにかくその、集会に、来いとか、そういう話を強く言われてたので、子供心にも嫌だなという思いはありました。それでも小さい時からは仏壇がありましたし、毎朝食事の前には仏壇に手を合わせて、いただきますという習慣はありましたが、私はあまり、好んで、やるようにはなっていません。子供たちも高校卒業するまでさほど学会というものにはあまり興味なかったんですが、高校卒業してから姉はサークルのような感覚で入っていったのでしょうかね。でも、高校までそうですね、おとなしくて、泣き虫だった姉が明るくなったのは事実です。その点では、感謝をすると言えばいいんでしょうかね。ただ学会は結局は何も、失礼、鹿児島の学会の方たちは非常にいなくなった時にも捜索にいっぱい人を出していただいたりしてるんですが、その後北朝鮮による拉致ということが判明して以降も学会は姉の救出に関してあまりやっていただけなかったというふうに私は思っています。学会何回も手紙を出したんですが、ある鹿児島の学会ではなくて、どっかの、ネット上でブログかなんかの書いて、そしたらその返事が来て、でぜひ姉の救出のために署名活動をお願いしますと言ったら、やっぱりその時の学会の幹部があまり積極的でないという話が聞こえてきまして、学会はもう当てにならないという思いでずっとおりました。はい。さて3番目の、姉は通常どのようなことをしていたのでしょうか。ルミ子さんと会ってしばらくして指導員から朝鮮語を習いました。その人の独学で日本語を勉強した人で、あまり上手ではなかったのですが、キム・イルソン、総合大学で出版された朝鮮語日本人用の教材で勉強が始まりました。時々テストもありました。
ある程度進むと聞き取りの勉強が始まり、指導員が話すことをノートに書き出す練習したり、それから日記を毎日書くように言われ、分からないところは日本語で書いて、でも毎日2人で書きました。指導員が招待所に来ると必ず日記を見て、言葉の間違っているところを直してみました。指導員はだいたい週 2,3 回くらい私たちのところに来て勉強を教え、昼食はほとんど一緒にしました。時々は夕方までいて夕食を一緒にすることもあり、そんな時はみんなでダイヤモンドやトランプをしたりもしました。私たちは朝起きると早く軽く運動してから朝食をとりました。朝はほとんど食パンと蒸し器で蒸したものと、バター、ジャム、キムチ、ハム、卵焼きでした。結構いい食事ですよね。昼食と夕食はほとんど朝鮮料理でした。レンチョンの招待所にいた時はおじさんの料理師で、日本料理を作っては私たちを喜ばせてくれました。天ぷらうどんなどができる出ると、おいしいね、懐かしいねと食べたものです。夕食が終わるとお風呂に入って、ルミコさんは髪が長かったので必ずカールで巻いてきちんとしていました。招待所によってはおばさんたちは一緒に応接までテレビを見たりして夜を過ごしました。旅行は一度もありませんでした。二人でいた時、平壌の歴史博物館や平壌福道妙高山にある神前博物館、世界各国からキム・イルソン、キム・ジョンイルに送られてきた贈り物が展示されているところ、それから深圳かな博物館、朝鮮戦争の時アメリカ軍が人民を虐殺した資料写真が展示してあるところ、その場所には無残に殺された母親たちの大きなお墓があったんですが、そのお墓の前でルミコさんはずっと涙を流していました。見学といっても全て勉強でした。必ず外出するときは前日に連絡が来ました。お昼が必要であればおばさんが全部用意してくれたり、また博物館にある特別な部屋で食事することもありました。外出するときは指導員や運転手、車はほとんどベンツがいつも一緒でした。日本に帰りたいと言って泣いていたことはありませんでしたか。平壌のアパートにいるとき、夜ベランダに出ては外を眺めながら帰りたいねとお互い話しましたが、もうあまり泣くことはありませんでした。最初いっぱい泣いたのでお互いの前でもう泣くことはなかったです。姉の好きな歌は何だったんでしょう。はっきり覚えていません。ルミコさんがちょっと体の具合が悪くなってベッドに横になっている時、何回か私が歌を歌ったことがあるんですが、喜んで聴いてくれました。今でもはっきり覚えているのがジュリーの曲で、出だしが髪型が変わりましたね、秋風によく似合いますねの曲はよく歌いました。一緒に瀬戸の花嫁とか、花嫁はよく二人で歌ったような気がします。ルミコさんは間もなくして北朝鮮の歌を覚えたそうです。キム・イルソン将軍の歌、カンパンソク、主にキム・イルソンの母親の名前です。私もルミコさんから習いました。前一緒にいた指導員から習ったと言っていました。本当に上手でした。みんながびっくりしましたから、日本にいる時ことを習ったと聞きました。楽しそうにしたところはあったんでしょうか。した頃はあったんでしょうか。ずっと招待所にいましたから外出するのは嬉しかったようです。月に一度ショッピングに行くのがやはり楽しみでした。行った当時は一般の外貨ショップには行けず、普通のアパートの1階にお店が設けられていて、中は見えないようにカーテンがしてあり、私たちのように特別な人たちのお店だったようです。朝鮮の普通のお金ではなく、その店だけに通用するお金でした。靴を買ったり化粧品、当時資生堂、金棒、化粧品が置いてあって、2人でびっくりを買ったり、お菓子を買ったりしました。一度ルミコさんが木綿のストライプの布を買ってきて、ノースリーブのブラウスを縫って着てました。2人で新聞紙で型紙を書いて裁断して、おばさんの持つミシンで縫いました。
留美子さんが鹿児島ではスイカの皮かっこ白い部分で漬物を作ると言って実際に作ってくれたことがありました。醤油で味付けしてありました。たった2人でお弁当を作って招待所の裏山に登って食べたこともありました。ハウスのカレー粉で2人でカレーを作ったりしたんですが、粉だけで作ったことがあります。長谷家さんは日本からの救出を諦め北朝鮮で暮らすことを考えたとおっしゃっていますが、姉にもそのような覚悟をする時があったのでしょうか。私一人でいる時、幹部がある日来て、一緒に来た恋人、男性は必要ないので日本に帰したと言われた時から、ここで私は生きていかなければならないんだと思いました。ルミ子さんも私と同じことを言われたと聞いたような気がします。それから気持ちが変わりました。もし逃げたりしたら軍隊を動員してすぐに捕まえると最初脅されたので、2人でいる時も日本に帰りたいねと言っても怖くて逃げようかと話したことは一度もありませんでした。姉ルミ子とはいつからいつまで一緒に暮らしたのでしょう。ルミ子さんとは1970年秋から翌年の秋の10月25日まで約1年間一緒に生活しました。平壌駅があまり遠くないのアパート幹部が多く住んでいて、ベンツが多く出入りして保証も立っていました。で、私が他の招待所からそのアパートに引っ越した後、指導員のがルミ子さんを連れてきました。現地で作ってもらったワンピースを着て、荷物はスーツケース外資化ショップでみんなが一つずつ与えられたもの一つを持って、平壌でしたので2人きりで2回くらい自由に散歩したことが、今思えばそんな自由があったんだと不思議に感じます。お正月はアパートで過ごし、その後レンチョン招待所に移りました。郊外で部屋が応接間兼勉強室、隣には寝室バストイレ 3、4 個ありました。卓球場映画館もあり、かなり大きな建物でした。そこには春頃までいたような気がします。それから順安、招待所に移りました。順安飛行場の横を通り過ぎ、平壌からはかなり離れた農村地帯で、トウモロコシ畑が一面に見えるちょっと高台にある招待所でした。ルミ子さんと別れるまでその静かなところで生活しました。10月25日まで。最初に会った時の印象は優しい印象でした。背が高くてスマートで、約1年間一緒に生活しましたが、穏やかな性格でやっぱり優しかったです。姉は日本では創価学会に所属していましたが、北朝鮮でも宗教を信じていたのでしょうか。会った当時、学会について話を聞いたことがありました。池田先生の来た時、万一雨が降ったりすると自分たちの祈りが足らなかったせいだとみんなで泣くと言っていました。自分は学会に入って心が明るく清らかになったと、それから自分自身強くなったと言っていました。ある程度朝鮮語の勉強が進むとチュチェッソの講座を受けました。ある日ルミ子さんが創価学会の思想とチュチェッソは似たような部分があると一言言ったら、ひどく指導員が怒ってルミ子さんは泣きながら外に出て行ったことがありました。向こうで他の宗教を信じることはなかったです。絶対君主ですからね、金日成、金正日、だから他の方を崇拝することはできないというのが北朝鮮の特徴です。だから北朝鮮にあるキリスト教や仏教なんかも形だけのものです。ただ対外的に見せるだけのもので、でも本気でキリストやそれから日蓮、さらに他の教主を信じるということは北朝鮮ではタブーとされていますので、学会の人たちは、いや、池田大作氏は結構北朝鮮と仲が良かったようですが、裏では結局バカにされてたということじゃないでしょうかね。姉と別れる際どのような会話があったのでしょうか。前日リミ子さんだけ引っ越すので荷物をまとめるようにと指導員に言われ、急なことだったので驚きました。
何を話したか覚えていないんですが、とにかく二人で泣きました。丘の上にある招待所にいたので下の道がよく見えて、ルミ子さんも車の窓を開けてずっと身を乗り出して招待所が見えなくなるまで手を振ってくれた。私も車が見えなくなるまで泣きながらずっと手を振っていた。その日がパクチョンヒ大統領の暗殺された前日でしたので、はっきり覚えています、という。まあ他にも一つあるんですけどね。もう一つ最後、その他思い出されたことがありました。ルミ子さんの誕生日に幹部がフランス製のコニャックを1本持ってお祝いに来て夕食を一緒にしたことがありました。その時2人ですごく酔ったことがありました、という。本当にあの綺麗な字です。綺麗な字で書かれてありますので、びっくりしました。この、まあ、手紙をいただいて、当然兄にも、まあ、コピーして送ったんですけども、兄もやはりこの、北朝鮮でのルミ子の生活に触れて涙をしたと言ってました。私もこの返事をいただいた時に、北朝鮮でのルミ子の生活に触れたことは嬉しかったのですが、そのなんていうのかな、やっぱり寂しいというか恐怖というか、そんなものを感じながら生活していた姉に対して本当にあの悔しい思いがありました。じゃあ今日は時間になりましたのでこの辺で失礼いたします。もし来週もできればやりたいとは思うんですけれども、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。